よーこちょこちょこばはタイポンです。はい、ということで今回こちらですね、ベースそしてミドルアイコン選手ピックということなので、こちら再挑戦可能だからね、リピート可能のやつが残り13日でかなり長い間登場したということで、とね、オブラックをね仕込んでたんですよ。そのオブラックがね、やっとねちょっと上がり始めてまして、まあちょっとそれを少しだけねさばいて、コインがなかったんで、それでこちらの方作らせていただきます。でね、本当はねこれちょっと、ね、2回引きたいんだけど、ちょっと若干ねオブラックの値段がね少しだけね下がってきちゃったんで、多分またね近いうちパッと上がると思うんで、そのタイミングでもう一回引こうかなとちょっと考えてます。なんで今回はちょっと1回だけもう早く引きたいからやっちゃいます。本当はね1個の動画で2個ねやろうと思ったんだけど、それは叶わないということなんで、あとレート88、こちらのチームをね交換するだけです。見てくださいこれ、手持ちの使わないだろうなっていう選手たちをもうすべてぶち込みました。今回はねイアンライトさんを生贄に捧げさせていただきます。まあそれ以外もね、ヒーローゴメスとかモリエンテスとかね、ナンバーズアップのね選手だったりとか、もうこれすごいね、いろんな選手たちをちょっと生贄に捧げるんで期待させてください。じゃあ交換しましょうか、行きましょう。うわー、ちょっとこういうの迷っちゃうよね、やっぱこんだけ特殊カードいっぱい詰め込んじゃうと。まあ交換するけどね、ゴー。よしよし、しちゃったよ。ピックだからね、アイコンピックだからパックよりかはまだちょっと確率がいい感じなんじゃないかなというところで、じゃあ行きますか。うわ、ちょっとドキドキしてきた。ちなみにこれ作成する費用なんですけど、フットビンで見るとね現在77万2600コインとなってます。高評価ボタン、低評価ボタンってあるんだけど、まあ、高評価が 17%、 そして低評価が 83% ということで、とんでもないね評価の分かれ方となっております。それでは行きますか。選手ピック3名のうち1名ですからね、行きましょう。ちょっとパックではね、ガリンシアが一番やばかったのか、今まではこれ以上を本当に引きたいです。よろしくお願いします、頼む。選手ピック期待してんで俺は。大おスコールズ、ベルカンプ、クレスポー。あー、なんとも言えないこの感じね。リアクション取りづらいような選手たち来ちゃったけど。まあでもベルカンプかな、これ選ぶんだったら。前回アンリ当たったからね。うん、アーセナル縛りというか、アーセナルつながりということで、ベルカンプ選ばせていただきましょう。いやー、ちょっと期待しちゃったな、これは。でもね、どっちにしろもう一回引くからね、絶対。リピートカードとかちょっとさ、やめれなくなっちゃうよね、ちょっとよ。やめときわかんなくなっちゃうけど、俺はあと1回でやめにします。さすがに費用が高すぎるわ。77万コインはちょっと高えわ。35万とかね、それぐらいだったらね、もう4回ぐらいやってもいいかなって感じなんだけど、あと1回が限界かな、やるにしても。ミラン縛りやりたいからな、実際ミラン好きなんで。まあ、ベルカンプはもしねアーセナル縛りとかやりたくなった時に、まあ、使えるね、実際ね、アンリファンプルシー、ベルカンプいるんで。はい、ってことなんで、ちょっとこれはねもう絶対リベンジします。今回のねこのアイコンピックに関してはね、ちょっと費用がやっぱ高いんで、さっきも言ったけど費用が高いんで、正直ね作るのはあんまおすすめできないですね。コインに余裕があれば全然いいと思うけど、素材がいっぱいあったりとかね。まあでも今多分 TOTY なんでね、みんなパックとかめっちゃ貯めてるから、多分そんなに素材とかもないと思うんだよね。最近ね CF とか週末忙しいから全然できてないんだけど、まあ、こんな感じでパックねめちゃめちゃ溜まってるんで、こういう人がいっぱいいると思うから、素材とか持ってない人がいっぱいいそう。はい、ということなんでね、またオブラックさばけましたらちょっとあと1回はね見て、まあ、リベンジしていこうかなと思います。はい、ということなんで、このチャンネルはフィアに関しては投稿しますので、よければチャンネル登録、高評価、そしてコメントの方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。